皆さんこんにちは、ジャズギタリストの高面信樹です。今日はスケールやアルペジオ、インターバルといったすごく重要な要素をしっかりと知る、そしてこれらをですね使いこなすためのすごく簡単なエクササイズを紹介したいと思います。実は最近ですね、トライアドの展開系を使って自分の中にあるメロディーを弾くコツを教えてくださいというようなことや、あとはオープントライアドを使ってこう自分なりにメロディーを弾くコツなんかを教えてくださいという質問をいただきました。他にもですね、アルペジオやスケールを覚えて弾いてもなんかこう取ってつけたような感じになってこうしっくりと来ない、そういった場合はどうしたらいいんですかというような質問もよくいただきます。今回の動画は僕なりに、今言ったようなことにすごく効果があるエクササイズだと思います。あと他にもジャズの定番のフレーズを覚えて弾いてもこうしっくりこないという方にもおすすめの内容だと思います。まず初めに伝えたいのは、アルペジオやインターバル、あとスケールというのは言葉に例えると、その文字だったりとか言葉に発するこの一つ一つのサウンドに例えることができます。ですのでこういったスケールやアルペジオ、インターバルというのは必ずやはり知っておくべきです。ただそのサウンドを知っているだけでは、サウンドをつないだだけでこう言語的にはこう意味をなさないというふうな状況にも陥ることがあります。ではどうしたらこう自分なりのメロディーや自分が思うようなことがそういったアルペジオやスケールから弾くことができるようになるかというとですね、言語とまさに同じで、その自分が発する言葉に対して意味を持たせるということです。でここではですね、今回はメロディーが先なのかアルペジオやスケールが先かという話には触れないんですけども、この弾くことに対して意味を持たせるということを習得するためにすごく役に立つのが、ズバリ曲のメロディーから学ぶということです。曲のメロディーからいろんなことを学ぶことで、例えばトライアドをどういうふうに使ったらいいかっていうことを考えるときに、曲自体がもうその一つの言語としてメロディーとして成り立っている。まあ、ちょっと補足で言うとですね、弾くものに対して意味があるということはそこにメロディーがあるということですね。まあ、音楽では本当にメロディーが大切なので、このメロディーを作るために曲のメロディーから学ぶ、そしてその学んだことを使って自分のメロディーを作るということがすごく重要です。そうすることで時間はかかるかもしれませんが、長い目で見ると必ずこう自分なりのメロディーを弾くことができるようになりますし、スケールやメロディー、そしてインターバルを使って自分なりのメロディー、まあこれに限らず、例えば将来的にいろんなこうアドバンスのリハーモニゼーションとかスーパーインポジションとかをやるときにでも自分のメロディーが自発的に出てくるということになると思います。この動画の最後にはすごく簡単かつ本当に重要なメロディーを作るためのコツも紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。では早速行ってみたいと思います。まずですね、この練習方法を紹介する前に一つだけ触れておきたいことがあります。それはですね、こうして自分が覚えたスケールやアルペジオをどうやったら自分なりの歌にこう反映させることができるかということがテーマなので、まあ順序が逆になることもあると思います。言い換えると、メロディーを聞いてメロディーを覚えたことからトライアドや例えばスケールを覚えることもできますし、逆に自分が覚えたスケールやアルペジオがこう自分の中にしっかり入ってくることで、音楽を聴いた時に、あ、これはあれだとか、こういうふうな感じで認識することができるようになると思います。そういった意味でも常に心がけていただきたいのは、トライアドを練習するときでもスケールを練習するときでも常に自分がこう歌う、ですね、タタ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 タという感じでこう歌う、まあ歌うことができない人はまあこう例えばこう口ずさむ感じでもいいですし、まあ鼻歌の感じでもいいです。とにかく自分からこう出すということで自分の中にそのメロディーを取り込む、逆に言うとその自分の中にあるメロディーを出したことをギターで弾くというふうになるので、これだけは必ず心がけてください。今回はですね、まずトライアド、そして次にトライアドと何かの音を使ったもの、あとはインターバル、そして最後にまあいろんなスケールを使った曲なんかを紹介して、実際にそういった重要な要素がどういうふうに使われているかというのをちょっと見ていきたいと思います。ではですね、まずトライアドなんですけども、パッとトライアドと聞いて僕が思い浮かぶのはですね、オールオブミーの最初、この曲ですね、最初のところがまさにこの C メジャートライアドの、まあ、形としてはもう、ファーストインバージョンですね。第一展開系になっています。次が、E の、メジャートライアドのもう本当にこれはルートポジションですね。
この曲はそういった感じでこうトライアドがですねこう入れ替わるような感じでうまく、使われています。すごくなんて言うんだろうな、この曲を聴いてて思うのは、この自分が練習するときにこう聞こえてくる第一展開系のような感じかというとですね違いますね、なんかすごく曲の、メロディーという感じがします。そこが、すごく重要だと思います。ですのでこういった感じで、曲のメロディーをさらっていくときにはトライアドだなということを意識しながらも、メロディーを弾いているという感覚を大切にしてください。次なんですけども、ですね、これはアリス・イン・ワンダーランドですね。でこの曲のメロディーもですね、最初この、B フラットの、コードのようなトライアドのような感じですね、コード進行は C マイナーからなんですけど、タタ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 っていう感じで B フラットメジャーのトライアドの展開系、第二展開系がこううまく、メロディーに溶け込んでいる感じですね。あとはですね、僕の大好きな曲でちょっとトライアドプラスちょっと音が入ってるんですけども、このニアネスオブユーの最初の、この出だしですね、これは、ですね、E フラットのメジャートライアドの、セカンドインバージョンというふうにも考えることができますし、ただ単に、何回もちょっと強調してるんですけども、トライアドという重要な要素を使ってすごくこう溶け込んだようなすごくいいメロディーになっていると思います。この F の音が入っているので、ただ単にトライアドというわけではないんですけども、すごく綺麗なメロディーだと思います。続いては、僕の大好きな作曲家、プレイヤーでもあるんですけども、セロニアス・モンクの Ask Me Now という曲ですね。この曲なんですけども、この曲の、もう出だしのメロディーが、コード進行自体はすごく変わってるんですけども、こういう感じで、2-5 がずっと続いていくんですけど、メロディーは、C の、メジャートライアドで次にこう、メジャーセブンのような音を弾いて、そして今度は B フラットのトライアドで B フラットの、メジャーセブンの音を弾いたような感じのメロディーになっています。これ自体ですね、本当にパッと聞き、トライアドだというふうには分かるんですけども、ただ本当に使われ方がやはりそのすごくメロディアスで、すごく僕は、大好きなメロディーです。あとは、ですね、セロニアス・モンクのリズムチェンジ循環の曲でという、曲があります。リズムアニングという曲なんですけども、これもですね本当にメロディーがキャッチーで、本当一度聴いたら忘れられないメロディーなんですけども、分析すると B フラットのメジャートライアドのルートポジションですね、そして E フラットのメジャートライアドのルートポジション、そして感じで、本当にスケールと、トライアドがすごくうまく使ってあって、本当にキャッチーなメロディーだと思います。こうしてですね、本当にトライアドを使った曲というのは本当にたくさんあるんですけども、僕が好きなのはやはりそのセロニアス・モンク、あとはデューク・エリントンなんかもすごく、トライアドを効果的に使ったメロディー、多分トライアドというか、もう自然にそのトライアドがこうにじみ出てくるという感じの素晴らしいメロディーがあるので、いろんな曲をちょっと聴いてみてください。続いてはですね、トライアドだけではなくて、場合によってはその7度の音や6度の音が入ったというものもあるので、ちょっとそちらの方も紹介したいと思います。ですね、またここでもセロニアス・モンクなんですけども、彼のブルースで、ボリバーブルースだったと思うんですけども、というブルースがあります。これはですね、本当に今聴いていただいたので分かるように、B フラットの、メジャートライアド、に、6度の音や7度の音が入って、次 E フラットの、ですね、メジャートライアドに、6度の音と7度の音、フラット7の音が入っているという感じです。あとですね、これまた僕の大好きな作曲家なんですけども、これも、ジャイアントステップス、ジョン・コルトレーンのジャイアントステップスなんですけども、これも、本当にメジャー7の、アルペジオをただ、下がってるだけですね。そこでちょっとこうマイナーサード的な音が入って、またそれがちょっ ですね、下がってという風になっています。すごく、シンプルなんですけども、一度聴いたら忘れられない素晴らしいメロディーだと思います。あとはですね、これまたブルースなんですけども、ちょっとキーがちょっと E フラットの曲で
サンドゥというブルース、これも出だしがですね、アナライズするとトライアドプラス6度の音になっています。これもですね、すごくメロディアスな、すごくキャッチーなメロディーだと思うんですけども、こういった感じでやはりその自分がこう歌える、メロディーをしっかり作るという意識でいくとですね、こういったあの本当にトライアドプラス6度の音なんですけども、シンプルなんですけども本当に忘れられない素晴らしいメロディーになっていると思います。そこがまあメロディーの僕は面白いところだと思うんですけども、今の曲は、サンドゥという曲でした。あともう一曲、ですね、デューク・エリントンの曲でThings ain't what they used to be というブルースですね。これも、本当に、まあ、あのパッと見てみるとですね、本当にこの、D フラットのメジャートラードの第二展開系のようなところから始まってルートポジションに行って6度の音が入って、3度の音で終わっているという本当に、シンプルなメロディーなんですけども、本当に忘れられないメロディーだと思います。ここまでは、トライアドや、メジャーセブンの音、もしくは6度の音が入ったような感じのメロディーを選んで弾いてるんですけども、ちょっとここでですね、シンプルなインターバルをよく使った、曲なんかも紹介してみたいと思います。インターバルというのは、最初にも言ったんですけども、やはりそのそれぞれの音が、文字とか、その一つの音だとしたら、そのインターバルをつないでいくことで、意味のある、メロディーを作っていくことができると思います。それのいい例がですね、僕の本当に大好きな曲でThings You Are という曲、実はあの冒頭で僕が弾いたあのちょっとしたあの曲もですね、僕のオリジナル曲 All Waltz という曲なんですけども、 All The Things You Are を3拍子でやった曲なんですが、まあ、あのこの曲元の原曲のこの All The Things You Are メロディーだけを見てみると、という感じで4度上がる4度上がる、ここはちょっと、増用度ですね、というこの、本当に4度のシンプルなインターバルを使った、素晴らしい曲だと思います。これも一度聴いたら本当に忘れられないような素晴らしい曲だと思うので、メロディーを作る時の、参考にしていただけたらなと思います。あと、ですね、3度を使った曲で、まあ、これまた僕もすごくよく演奏するんですけども、ジムホールがブリッジでソニー・ロリンズと一緒に演奏した Without a Song という曲なんですけども、これは AABA の曲なんですけども、 A セクションのメロディーがですね、という感じで全て3度でつながっています。ここでちょっとパターンが崩れるんですけども、まあ、考えようによっては E フラットのメジャーセブンの音を元にしている、もしくはですね、 C マイナーのナインスのような、形のものを、元にしてメロディーができているというふうにも考えられます。何度もくどいように言うんですけども、だからといって、どちらでアナライズするというのが大切なのではなくて、こういった形で、インターバルや、アルペジオ、そういったところから自分なりのメロディーを見つけていくということが大切なので、そういったことも意識して、いろいろと聞いてみてください。続いてはですね、スケールを使った素晴らしい曲をいくつか紹介したいと思います。スケールを使うという曲でパッと今思い浮かんだのが、この There Will Never Be Another You ですね、この曲、まあ、今の A セクションのところの最初のメロディーが本当に、スケールをただ上がったり下がったりって言って、まあ、そうやっていうふうに言ったらちょっと失礼なんですけども、してるだけなんですけど、本当に忘れられない素晴らしいメロディーだと思います。ちょっとアナライズするとですね、これがまず一つのメロディー、二つ目のメロディーという感じで、こう一つのメロディーを元にして次コール&レスポンスのような感じでやっているので、そういったこともこのメロディーが本当に忘れられない、素晴らしい、名曲というふうに言われているゆえんかもしれません。続いてもう一曲、ちょっとスケールなんですけども、皆さん本当によく演奏する枯葉ですね。これも最初の A セクションのところには、まあ、メロディックマイナー的な音の使い方も出てくるんですけども、2回目の A セクションはですね、もう完全に G マイナースケール、もしくは B フラットのメジャースケールしか使っていないメロディーですね。弾いてみると、というふうになっています。これもですね、大きなメロディーが4つある感じですね。で、それぞれスケールでこう毎回こうスケールごとにずれていってますね、まあ、逆に今のアイデアをちょっと使ってメロディーを作るとしたら、
みたいな感じで、自分なりにこうメロディを作るっていうこともできると思います。まあ、いずれにせよこういった名曲というのは本当にその名曲たるゆえんというのがあるので、まあ、部分的にアナライズするだけでなくて、できれば曲全体を通して聴いてみることがすごく大事だと思います。ここまではですね、すごくシンプルかつすごく重要なトライアドだったりセブンスコード、あとはメジャースケールを見てきたんですけども、このアプローチはですね、僕は例えばディミニッシュスケール、コンビネーションオブディミニッシュやホールトンスケール、あとはオーギュメントスケールですね、コンビネーションオブオーギュメントっていう方もいらっしゃると思うんですけども、そういったスケールを学ぶときにも僕はすごくよく使いました。例えばですね、ホールトーンだと、ウェイン・ショーターのジュジュという曲が、すごく、このホールトーンを使ったいいメロディーだと思います。あとはリー・モーガンの曲でも、ですね、というような感じの曲だったりとかするので、そういった曲をしっかりと聴きながら、このスケールをですね、いろいろとこう使い方をこう考えていったりしました。続いてはですね、ディミニッシュのフレーズだったりするんですけども、ですね、ジョー・ヘンダーソンのアイソトープという曲があるんですけども、この曲の一番最後の方、一番最後の方というか一番最後にですね、こういうメロディーが出てきますという感じで、こう、ターンアラウンド的に、頭の方につながっていくフレーズなんですけども、これもですねという感じで、自分のそのディミニッシュの、フレーズを作る時の、参考にすることができます。あとはですね、オリバー・ネルソンのホーダウンという曲が、すごく、僕は大好きなんですけども、この曲にですね、僕はよく使うオーギュメントスケール、コンビネーションオーギュメントスケールの、一つ面白いメロディーが入っています。メロディー自体は、タタタララタタタ、タタタララタタタという感じなんですけども、その途中にですね、というような、こういったパターンが出てきます。これもですね、そのオーギュメントスケールを使ったすごく面白いフレーズなので、そういった曲の中からアドリブのアイデアを得ることで、例えばこう譜面を見ながら覚えて、目から覚えるのではなくて耳からしっかりと聞いて体に取り込むことができるので、そういった意味では、時間はかかるかもしれませんが効率的だと思います。今回の内容の最後なんですけども、冒頭で言った、メロディーを作るすごく大切なコツというのを紹介したいと思います。もちろんですね、メロディーをアナライズするということも大切です。そういったことに関しては、実は、メロディーを分析してそれをアドリブに生かすという動画を作っていますので、そちらの方はリンクの下に貼っておきます。で、ちょっと前置きを置いてしまったんですけども、メロディーを作るための、すごく簡単かつ重要なコツ、紹介したいと思います。ズバリですね、歌詞をイメージしながらメロディーを弾くということです。この歌詞はですね、その曲の中にある歌詞でもいいですし、もちろん自分が思い浮かんだ言葉でもいいです。そのメロディー自体に自分が歌詞をつけるとしたら、どういうふうな歌詞をつけるかなということを考えること。とにかくですね、その音に意味を込めるということの、なんていうんですかね、重要な作業でもあると思うので、メロディーを作るときに、常に自分は歌詞をつけれるような、素晴らしいメロディーを弾けるようなということを意識しながらメロディーを弾くということが重要だと思います。この歌詞をイメージできるようなメロディーを弾くというのはすごく自分の中でも意識してきたところで、常に弾くときにはそういったことを意識してはいたんですけども、 2,3 年前にですね、カナダにツアーに行ったときに、素晴らしいシンガー2人のワークショップを受ける機会がありました。その1人はですね、カナダのグラミー賞というジュノアワードも取った素晴らしいシンガーで、もう1人の方も素晴らしいシンガーでした。2人とも違った内容のこうワークショップをやられていたので、すごく2人の違う音楽の取り組み方を聞けてすごく面白かったんですけども、そのうちの1人、シンガーがですね、すごく面白いことを言っていたんですけども、それがですね、その参加者に、その時は英語で Tune という曲とソングの違いは何だというふうに聞いていました。そしてほとんどの人は、あまりこう分かってない感じで、例えば曲にはこう歌い手がいるとか、いろいろとこう、いろいろは言ってたんですけども、最終的にその彼女が教えてくれたのは曲と歌の違いですね。その英語で言うTune とかコンポジションっていうのは、日本語で言うと曲っていうふうになるんですかね、楽曲や曲という感じですね。そして多分彼女がその時にソングという意味合いで使っていたのは多分歌という意味だと思います。その歌と曲の大きな違いというのは、曲はメロディー、ハーモニー、リズムが大きな要素、三大要素だと言えます。ただ歌はメロディー、リズム、ハーモニー、そこに歌詞がないと歌にはならないということを言っていて、
まあ、すごく当たり前のことなんですけども、そういった形ですごくシンプルにこうストレートに伝えてもらうと、あ、なんだそういうことだったのかということで、実際まあ私はあのギタリストで、まあ歌うことはないので歌詞をつけるというのはなかなか難しいんですけども、自分がこう意識していたことっていうのは、曲を書いているのではなくてこう歌を書きたい、もしくは歌のように弾きたいというイメージだったのかなという時に、その時にすごくパッとこう踏み落ちました。それに加えてちょっと最後補足したいのが、僕が曲を書くときに常々意識しているのは、やはり何かを表現するということだと思います。そのメロディーを使って自分が訪れた街の景色や情景、あとはその自分が触れた人々との印象なんかをこうメロディーにしてとか、そういったことをすごく僕は曲を書くときに大切にしているので、とにかくですね、今回のその、まあ、歌だったりとかメロディーだったりとか、あとは音楽的な要素を曲を使ってあのこう分析して自分の中に取り込んでいくというようなエクササイズを紹介したんですけども、やはりそのすごく重要なことは、最初にも言ったその意味のあるメロディーを弾くということだと思います。まあ、あの弾くこと自体バラバラバラっとこう弾くだけではなくて、しっかりとそこに自分が歌詞をイメージしたり情景をイメージするということが、僕は重要なんではないかなと思います。今回の動画は以上です。今回は内容自体が、スケールやアルペジオといったものを自分なりに取り込んで、それをメロディーとしてこうアウトプットするということがフォーカスだったので、メロディーが中心になっていました。もちろん、曲を聴くときにはコード進行があって、そのコード進行があることでそのメロディーが引き立っているということもあります。今回は深くは触れなかったんですけども、そういったことも意識しながら、あと、途中にも言ったんですけども、その単体のメロディーだけを引き出すのではなくて、できれば、全体を見て、なんでこのメロディーが、すごくあの生えているのかなっていうことを考えることも重要だと思います。そういったプロセスをすることで、例えばトライアドがうまく使われている、その後に例えばスケールライクなメロディーが来ることでうまくコントラストがついているんだなとか、あとはスケールの音を使ってこう、なんて言うんだろうな、あるメロディーの音を装飾音符的に弾いている曲もあるんだななんていうことも気づけると思います。今回ここで紹介した楽曲というのは、本当に数あるジャズの名曲の中でも本当に氷山の一角だと思います。今回紹介したセロニアス・モンク、ジョン・コルトレーン、あとは僕の大好きなベニー・ゴルソン、ハンク・モブレー、デューク・エリントン、マイルス・デイビス、ウェイン・ショーター、ハービー・ハンコック、あとはコール・ポーター、ジョージ・ガーシュイン、ハロルド・アーレン、リチャード・ロジャース、本当に挙げると切れないですね、まあ、ジェローム・カーンと本当に素晴らしい作曲家がたくさんいるので、いろいろと各自で聴いてみてください。もちろんですね、メロディーを考えるときにこれはどうしてこうなってるのかななんていうふうな疑問があったり、メロディーをアナライズするときにちょっとこれはどうしてこうなってるのかななんていうふうに考えることがありましたら、お気軽にこのコメント欄の方に書いていただけたらなと思います。もちろんメールで聞いていただいてもいいので、僕のウェブサイトにあるコンタクトページからお気軽にメールをください。ご覧いただきどうもありがとうございました。